あとは DORR か。一部報道でエンバペが調子乗ってネイマールと船仲説流れて結構ずっと流れてますよね、これ。もしレオさんが圧倒的ースの振る舞いが他の選手から評判悪いとチームから追放しますか追放っていうかしっかり話しますね。こういうふうに感じてるよてで、別の選手から評判悪いって言っても、どっちも話聞かなきゃいけないから。その選手に考えるかもしれない。で、呼んで話聞いて、その子が本当に悪いんなら直させますね。 で、直せないんだったら、あの、ベンチに入れないですね。まあ、それは今僕ができるマネジメントですけど。そう、だからそれはね、まあ、僕が目指すサッカーはね、さっき言った勝利の確率高めるサッカーだから、一人の選手がね、脚光を浴びるサッカーじゃないから、そこはしっかり対応しなきゃいけないです。でも普通のことっすね。